どうも、ヌヌです。星のカービィ、夢の泉の物語、やっていきましょう。レベル1。結構傑作だよね、夢の泉もね。この頃からだったかな、コピー能力ついたのって。もっと前だっけ。じゃあスパーク、あー、しびれた。あれ、ボムないんか、この時。マキシマムトマト。ファイヤーはあるね。あ、全然 A ボタン押せなかった。これ何？クレーンフィーバー。ボタンでクレーンを動かして、カービィ人形を捕まえよう。大きな人形はつかみにくいけど、ボーナスも大きいので頑張ろう。あ、落ちちゃった。じゃあ、ちっちゃい人形で。うわー、落ちた。あー、捕まった。取れた。ボーナス。ピックアップしたねー。2ステージ目。カッターがいる。あ、よーし。あ、でもボムあるじゃん。クラッシュなんだ。一撃技だったんだね、この時。これ当たらないかな。
これはスパーク？スパーク手に入れて。ソードがいる。セレクトで出して。ソード。いや、3ステージ。はい、で、ボード逃げちゃったな。てか、スターは能力落ちた時の逃げる、逃げるというか、どっか行っちゃう速度、速いな。スパーク落ちちゃった。ファイヤー。よいしょ。これは何？ワーニングなんだ。3人までか。これは何？博物館。ボードだけか。まあでもソード使いやすそうだし、いいね。3ステージ目は終わってるから4ステージ目だね。なんだっけ、アイスなんとかって名前だった気がする。あれどうした？消えちゃった。ビーム。ニードル？ああ。あったね、ニードルって。カービーボールにも、カービーボールだってな。今あったよな。あ、しくじった。
無敵モードを。続いて、デデデだね。デデデじゃなくてウィスピーウッズだよね。レベル2、アイスクライムアイランド？アイスクリームアイランドか。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。